こんにちは、アイラです。今日はマリオカート8トラックスをやっていきたいと思います。キノコカップをやったのでフラワーカップからやっていきたいと思います。2、1、5。あれ、ちょ、またずっとやってないからダッシュが分からなくなる。ちょっと待って、3位だ。もう本当にどうやるのかすっかり忘れちゃった。てかアイテムどうやって使うのかも忘れちゃった。どうしたらいいんだっけ。これで後ろ見るんだとか言ってたら当たっちゃった。待って、本当に操作をすっかり忘れてしまった。これ、あ、使えた。できたできた。あ、取れなかった。赤コーラ持ってる。ちょっとやめて、赤コーラ投げるよね絶対投げるよね。ちょっとこっち側じゃない。ちょっと乗りたい乗りたい。よいしょ、危ないよ、クリボーが。あ、でも1位だまあ 50cc だからね。ラスト、あー、危ない、当たりそうだ。待って、めっちゃむずいんだけど。抜かれた。待って待って、逆逆。もういけた。で、あ、これ前投げちゃった。で、こうやってすごい無言になる。操作感が、あー、うまくいったんじゃない。やったすごい手に力が入る。1、5。全然遅かったね今キノコハンマーだって。こうやってほいできてるのかわからない。あ、1位だったんだ。あ、あれ、なんか当たんなかったよね今。雷と相殺したのかな。そんなことある。あ、2個取りたかった。やっほー、かわいい声が。あ、来てるよ。あー、引かれてる引かれてる電車に引かれてる。あ、また雷が。ちょっとさ、相手のさ後ろに投げたいんよ。前に投げちゃった自分に当たったなんでちょっともうちょっと。あ、なんかすごいブーストかかってるけど。あ、1位になった。よかった。あー、よかった。ダメだ、本当に。ねじれマンションです。1、5。全然できない。ねじれマンション。BGM が楽しい。え、どこ走ってんの？ここで合ってる？なんか顔がさ傾いちゃう顔がこうやって傾いちゃう。あ、コイン10枚になった。 10% スピードがアップするらしい。全然体感は速くなってる気はしないけど。
上に来た。おっとっと、1段。あ、最後当たったけど当たった勢いで1になった。ファイナルは平方鉱山です。2、1、5。あれ、全部失敗してない今回。忘れすぎでしょ毎回そうなんだけどさ、てかどのゲームでもそうなんだけどさ、全然喋らなすぎて、動画にするときにカットしすぎてどうしようってなる。あ、はい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 、よし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 。変わってー、ほい、いいんじゃないでしょうか。おー、いけたいけたいけた。おっと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 、着地失敗。コインを取って、アイテム取って、コインも取りつつ、ジャンプアクションもしつつ、よしよし、やることめっちゃ多いんだよな。で、後ろにくっつけつつ、よいしょよいしょ、危ないよ、バナナがちょっとずつじゃない逆。よし、いけー、バナナ前に投げちゃうっていうね。ジャンプ、あー、やめてそこで落とされちゃう。いける。あ、待って待って、2位になったりとかしてる。ちょっと待って、コインじゃなくてアイテムを取る、コインも取る。はい、ジャンプジャンプ、よし。あ、もういけたんじゃない、やったー、フラワーカップ。というわけで、フラワーカップ星3てか金メダルってこと、金メダルじゃないかとにかくクリアしました。1位になりました。次はスターカップをやりたいと思います。またねー。